大トネ交通自動車株式会社は、茨城県取手市、龍ヶ崎市、北相馬郡殿町、稲敷郡河内町と千葉県鼻子市で、乗り合いバス事業を行う日本の会社である。本社は、龍ヶ崎市北型町1954-1。第二次世界大戦後の車両、燃料不足で、運行休止中であった上層筑波鉄道の路線券を取得して1949年開業。 以来、取手市の JR 常磐線伊東地域からと根町にかけてを中心に路線を伸ばす。京成、東部グループの営業エリアに挟まれながらも大手の傘下に入らず、創業当時からの局地的な独立系事業者のまま現在に至っている。車両の旧都職は赤系で、名鉄バスや宮城交通に類似しているが、経営的には関係がない。主力路線における、 高頻度運転、車両更新の速さなどを特徴とする一方、バスカードや IC カードの導入などを行う予定がない。公式サイトの解説も2010年代に入ってからで、日本の旅客輸送業界ではかなり遅い部類に入る。貸切事業については、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取得したことは一度もない。 それにもかかわらず2000年どころから、取出市内の小学生社会科見学向けのバスを貸し切り運行しており、2013年11月、関東運輸局から違反の指摘がなされ取りやめとなった。すべて、茨城県内にある、取出市農村部を走る、北方車庫行きと根町総大を走る、北方車庫行き取出駅より、東方の取出市東部、龍ヶ崎市南部、利根町方面、 阿ビコ市のフ駅より、利根町方面へ路線を有する。営業エリアでは、かつて、関東鉄道の路線なども入り組んでいたが、現在では整理され、大部分が一社独占地域となっており、他社バスとの接点が少ない。鳥出駅発着同社の主力路線で日中でも、毎時2から3本程度運行されている。ただし、平日日中は、下の東京芸術大学経由に振り替えられる。 平日日中の多くの便が東京芸術大学の敷地内に入る。通学需要に合わせてか、北方車庫業の東京芸術大学乗り入れは午前中から夕方まで、鳥出駅業の東京芸術大学乗り入れは午後から夜間にかけてが中心となっている。毎時例から一本程度は北方車庫から先も駅や台まで運行される。東京芸術大学敷地内乗り入れは、 北方車庫止まりと同様の時間帯に行う。一部は北方車庫で乗り換えが必要になる。萌え木や台から先、立崎まで運行される系統もある。ただし本数は平日2.5往復と休日1.5往復と非常に少ない。立先校は東京芸術大学内の乗り入れはない。都台から先、羽屋台へ迂回せずに、 幹線道路をまっすぐ通る系統で平日朝の萌え木屋台方向一本のみ。団地中央までは、北方車庫までと同じ経路だが、その後、トネニュータウンに向かう系統。一日数本のみの運行。廃止路線取手駅東ゴチシ東京芸大前都大トネ町役場坂井橋、白鷺団地、トネニュータウンに中なに立崎可能、早いふさ駅発着。 ハイシロ線白鷺団地、ト根ニュータウン東、フレッシュタウント根町役場ふさいき町のほとんどの地域は JR 成田線ふさに近いが、道路線は本数が比較的少なく、羽屋台、総大、北方を中心にフレッシュタウンやト根ニュータウンからも、鳥出駅への利用がある。沿線には、茨城県立鳥リ商用高等学校、東京芸術大学鳥リキャンパスがあり、 それらの通学利用がある。全路線ともに前乗り中降り、運賃は乗車自払い、下車停留所申告制を採用している。各停留所標識には運賃表が掲示されている。導入メーカーは一般路線車は椅子図、特定車は三菱不走に統一されている。台数は少数で2012年時点で16台しか在籍していないが、 ノンステップバスの導入率が高い。千葉県に路線を持つ関係で排出ガス規制による規制のため代替サイクルが約15年前後と短い。一般車は2012年時点で97年式以降の3台のみが在籍している。原則大型車は2001年以降ノンステップバスを導入しているが2005年と2012年に 限ってワンステップバスが一台ずつ導入された。2012年に導入された車両は中型車である。ノンステップバスに関しては車両によって塗装が異なる。従来の赤帯に加え3色のストライプが車体の前後及び中扉部に施行されている。廃車車両は解体になる場合が多いが2003年に貫鉄グリーンバス2乗とした実績を持っている。 2021年1月に土浦200か1300が動こ交通に移籍した主力車種。ありがとうございます。